はい、隠居の流儀の第2部7話なんですけども、今回も2017年のね動画の方からお伝えしていこうかと思いますけども、私がね自宅をちょっと紹介してるところですよね。で、家ってのがローンで35年とかで買っちゃうと、35年私たちは人生を拘束されてしまうんですよね。だからそうではなくて、なかなか難しいと思いますけども、一括で買えないもの以外は全部身の丈に合ってないっていうふうなことを言う人がいるんですけどね。まあそういう部分もあるのかなと思っちゃいます。無理なローンは、この自分、未来の自分からへの借金なんでね、結構将来の自分不自由にするんですよね。まあバランス取りながらやっていくしかないかなと思うんですけども、その中で家、特に男性にとって家ってのはそこまで必要じゃないんですよね。ただ家族を抱えると、家族を養うべき場所っていうのも提供しなければなりませんので、やっぱ家っていうのがあった方がいいかなと思いますけども、男性自身は家をあまり楽しめずに人生が終わるんじゃないかなと思うんですよ。ただまあね、自分の家を持つってことはずっとね、この日本社会では一人前の証と言われてましたんで、その名残ですかね。できればあった方がいいけども、賃貸がベストかなというところでございます。まあ今の感想ですけどね。じゃあ当時の映像をどうぞ。自由について語っています。おはようございます。速稼塾の久保です。今日も火災日常からお届けしようかと思いますけども、今見ていただいているのが私のですね、自宅の庭なんですけども、広いですよね。でそこからちょっと来て今ね、ガレージの方に回ってきたんですけども、まあ立派なんですよ。でしかもこれを支払うのにローンに追われてる人生があと20年30年続くということではなくって、支払いが済んでますんで、特に家にかかるコスト、住まいにかかるコストがないんですよね。でこれ着るものですね、衣食住のうち住環境はもう住み終わりました私は。で着るものに関しても今すごい安かったり、メルカリとかでお手軽に手に入ったりするんで、まあ、これは皆さんもね心配ないと思うんですけど、あと食事ですか。食事もそんなに自炊をしてたまに外食行くくらいなんで、でも外食のバランスは9対1だったのが9対1で自炊に変わりましたね。自炊が9になりましたんで、すごくまあ生活コストが本当かかんないかなと。だからビジネスも経費がかかんないし、このライフスタイルも経費がかかんないしってところまで来てるわけですよ。そうなるともうすでに労働をそんなにしなくてもいいというね。衣食住のためにもうすでにコストが賄えてるんで、もう人生1回分終了してるんで、あとはレジャーのためとか何か新しいアクションを起こしたい時に大きなお金が必要になったら、それを取得するためにまあ瞬間的に何かをするっていう風なサイクルに入ってます。でまあその現金を手にする方法も、まあどっかに働きに行くっていうことではなくて、自分のビジネスをね使えばいいですから、まあ組織に関わる必要もないし、まあ非常に暇だなぁと。この暇っていう意味は本当にボコッとして暇っていう意味もあるんですけども、もっと大きな意味で暇なんですよ。これ暇っていうのはすごくねネガティブなイメージなんですけども、人生に暇ってすごく大事で、よく暇だとなんか苦しくないですかとかね、何をすればいいかわからなくて困りませんかって言われますけども、いや暇じゃないと何をすればいいかが分かってこないですよ。これ非常に重要なキーワードですよ。暇じゃないと自分が何をすべきかなんて分かんないですよ。そんなの人に押し付けられて、会社とかにスケジューリングされたものをこなすのが、それがやることに困んない、暇じゃなくていい、忙しくていいって考えられてるっつったら、これ非常に危険でですね、誰かに決めてもらわないと時間の使い方も分からない、しかもその時間を使って得れるものがあまりにも少ないわけなんですよ。まあ、ないと言ってもいいですよね、そこで得られるものが。私の場合こうやってスケジュールは誰にも決められてませんし、自分の好奇心で一日を満たすことができます。で勉強したり体験をしたり人に会ったりとか、あとは興味のあるビジネスをやってみたりとかね、それこそ、まあ、ノーギャラで
あちこちに働きに行くこともできますから、すごくまあ豊かだなと思うんですけどね、そういうのが。で、体を鍛えることもできるんで、体力的にもすごく充実してくるし、まあ多分私ね、44なんですけども、20代後半ぐらいの体力戻ってるわけですよ、今。もう体もすごく動きますしね、こんな3ヶ月ぐらいでこれ作れますからね。これはね、自慢してるわけではないんですよ。その人生が今、あなたにも選択できるってことなんですよ。あなたにもですよ。選択できるのに、どうしたんですかっていう呼びかけは、ちょっと今回はね、言わせていただこうかと思います。暇でなければ人生何やっていいかなんて見えてこないです。暇だからこそ分かってくるんですよ。で、自分の優先順位の高いものから順番に人生構築できるじゃないですか。それがまあ、暇であることの真の価値だと思います。暇で苦痛っていうのは、自分の自由すら使い切れる力量がないっていうことなんですよね。非常にやばいです。だからね、旅行に行ったり観光してもノースケジュールが一番いいんですね。もう何時から何時までどこ行って、何時から何時までお土産買って、何時から何時までが休憩時間、トイレ休憩ですよとかね、移動時間ここですよって言ったら窮屈でしょうがないんですけども、私は基本的に旅行に行くときは自分のね車で行きますんで、で途中で予定変更も OK ですしね、途中でやめようかなと思ったらやめますし、あと目的地を変更しようと思ったら変更しますしね、なんかそれが本当の人生の歩き方なのかなと思いながらの今日のまあ動画でした。タイトルとはちょっと違うんですけども、まあ内容は将来というかね、もうすぐにでもこの人生を選んでくださいというメッセージでした。今日もねありがとうございました。ちょっと寒くなってきましたね。今日は見てください、太極拳のスーツでね過ごしてますけどね、太極拳の割とカンフーも上手くなってきたんで今度お見せします。